松江新事故温泉駅は、島根県松江市中原町に位置する、市畑電車北松江線の駅である。駅番号は22、道線の終着駅である。今でこそ、新事故から少し離れているが、開業当時から昭和40年代中頃までは、ホームの際まで、新事故が迫っていた。新事故の埋め立てによってできたのが、松江新事故温泉である。2001年に、 現役者に建て替えられた。松江温泉駅旧駅舎島根県立古代出雲、歴史博物館北、松江駅再現展示等短式ホーム2面2線を有する地上駅、友人駅である。改札へ入って、右側が1番乗り場、左側が2番乗り場となっている。現役者は、田中正雄建築設計事務所によって設計され、2001年に竣工したものである。 それ以前は開業当初の駅舎が一番乗り場に面して設けられていた。駅舎の南東側には温泉を引いた足湯がある。産経新聞社松江支局乗り入れるバス会社各年度の1日平均の利用者数は以下の通り。2002年に解体された旧駅舎の改札口の部材の一部が保存され、2007年3月に開館した島根県立古代出雲歴史博物館の 館内に当時を再現する形で展示されている。駅で掲示していた出発時刻表も使用されているほか、手配地のカットボケも傍らに設置されている。また、将来構想として、松江駅と東駅を結ぶライトレール構想があり、2012年度中の開通を予定していたが、東日本大震災の影響により計画は凍結されている。矢部し一。 平成13年度、市端電気鉄道の動き、鉄道販売494号、公有車、2002年6月、137から139ページ。出雲、鳥取に高速バス3時間25分、3月16日から、運行。日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル。 ジャックスラソ9 7 3 4 9 7 5 0 w 6 a 2 1十 c 1 l c 0 0 0 2 0 1 9年2月28日、閲覧。市場タバス、日の丸自動車、松江鳥取線、大国の死亡廃止来年2月28日運行分で。トレイシー、2019年2月28日閲覧。松江堺港シャトルバスの路線廃止について。 市畑バス。2021年2月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年4月5日閲覧。島根県統計所国土数値、情報駅別乗降客数データ国土交通省。2021年6月17日、閲覧出雲旧急北松江駅改札と、市畑電車、産経ニュース、松江市の LRT 導入来年度中の、判断見送りへ。 ありがとうございます。